はい、えー、皆さん、こんにちは。サンソンチャンネル山口さん、今日ですけども、まあ、活躍関係ですね、2件傍聴をしてきました。ですね、で最初がいきなり、ね、9時55分ですね。<laughs> まあ裁判で10時から始まるのが多いんですけども、あのまあ、ちょっとやる気のあるっていうのかな、あの裁判官の方で、まあ、9時55分というですね、5分早く始めてると、まあ、いうことなんですね。まあ、エレベーターとか混み合わないようにという配慮なのかもしれませんけどね。 まあそこから行ってきましたということです。ちょっとまず画面共有しますね。で、どういう事件だったかというと、え令和3年は4601ということで、民事6部の事件ですね、これ、女性の裁判官です。で、えー、9時55分ですね、えー、他の事件より5分早く始まるんですけれども、えー、中村幸也さんですね、ユータボンのパパが NTT コミュニケーションズを訴えた、新商改正求事件ですね。で、結論から言うと、これ、開示せよという判決でございました。えー、大吟醸調査ですね、今日は出番なしと。 いうことで、ございますでこれなんですけどあの、書き込みの中に、その中村幸也さんが元暴力団員だっていうのがあるんですよね。で、これ、言うまでもなく、中村幸也さんって、これ、元暴走族なんですよね。<laughs> で、えー、暴力団じゃないんですね。暴走族と暴力団全然違うじゃないですか。なんで、まあ、これはちょっと不用意というかね、まあ、しょうがないなって感じはしますよね。あまあ、変換ミス、たぶんツイッターだと思うんで、あの変換ミスの可能性も当然あるんだけど、まあ、 それは気をつけましょううねねっていうところです、ね、あの暴走族って書こうとして暴力団って書いちゃってあの中村幸也さんにお金払ったという人他にもいますんでね、まあ、皆さんも気をつけてくださいというところですね。はい、で次ですね、えっと、令和3年はの4205という事件ですね民事7分の事件ですけども、えー、ハーチがセネティー・ディ・コミュニケーションズを訴えた事件発信事業開示請求です。 でこれ前回です、ね、その例のハルチューっていうキャラクター、これゲームのキャラクターらしいんですけども、えー、それがです、ね、炎上している動画があって、でそれを見て面白すぎるとか書いたのかな、うんえー、方がいてで、それに対して裁判官からです、ね、取り下げるようにと、まあ、いう勧告があったわけですね。えーまあ、前回ですけれども。でそれに対して、まあ、原告の代理人、福永克也さんがいや、だったら取り下げるんだったらもう一回ベストすると。 そうすると今度 NTT コミュニケーションズの代理人の方はそれ聞いちゃったらもう取り下げに同意できないと <laughs> 言ったわけですよね。というのはこれ、取り下げあの被告がです、ね、答弁書を出した後に訴えを取り下げる場合は被告の同意が必要なんですよ。で、これ同意しちゃって取り下げるともう一回同じ訴訟をやらなきゃいけなくて、えー、手間が増えますよね。なので いやもう一回訴えてくるんだったら、これもう取り下げ同意しませんと、まあ、いう,ふうに言ってたわけですね。で、果たして今日なんですけども、まあ、原告ですね、取のその一部取り下げの,、まあ、あの申し出をしたんだけれども、えー、被告は不同意と、まあ、いうことですね。で、まあ、今日決心と、まあ、いうことになりましたで。今日ですね、珍しくね、被告が最後に書面を出して決心ということですね。あの、 福永先生って、もう本当に2、3日前に書面出しても、すぐ書面返してくると。まあ、前日とかにね。えー、いうふうにもう、書面の早出しが多かったんですけども、今回珍しく、それが間に合わなかったらしいんですよ。であの、裁判長がもう決心でいいよねとか言ったら、いや、ちょっと一応反論したいんですけど、とか言って、いや、でももう決心でしょう、みたいな話になってですね。で、結局今日決心して、で、まあ、あの追加の,書類あの主張があればですね、それはあの、 で、出すと、で、まあ、事実上考慮すると、まあ、いう形で、まあ、あの、一応署名は受け付けるけれども、まあ、決心は決心ということになったわけですね。で、これ七月二十日の、お、十三時十分からと、まあ、いうことで、この日二つ判決があるんですね。あの、十五分にも別の、事件ですね。ターナケーブルの、事件の判決があると、まあ、いうことで、ちょっと忙しいですね。五分間で走っていかなきゃいけない、ということになっていくわけでございます。 で今日ですね、まあ、2件ほど閲覧してきたんですけど、そのうち1件がですね、あの黒瀬伸さんという方の書き込みをめぐって、室井柚月さんと KDDI が争った新社長改正刑ですね、これ、5月25日の判決がありましてで、これをちょっと閲覧してきました。で室井柚月さんですね、もちろんあの旦那さんが元あの新潟県知事の米山隆一さんなので、でこの方、弁護士資格持ってるので、この方が代理人と、まあ、いうことになるわけですね。 ということですだから室井さんの本名を言うまではなくあの名字は米山ということになります。ですね。まあ、名前は非公表なんであの、ここで開示すべきではないのかなとは思っております。で、えっと、どういう投稿かというと、去年の7月2日ですね、えっと、黒瀬伸さんがえ室井柚月の実績一覧、日の丸マスクを誤情報で批判、製造中止に追い込む、炎上するもなぜか私がネットいじめを受けていると開き直る、永住う総合病院に病院が感染を広げて薦められるべきと批判。 医療従事者からの抗議されと弱い者いじめが大好きな世界最悪の人間とで投稿に、えー、これは去年の7月27日ですね福島を汚染されている発言日の丸マスクを政府がやっているとデマ拡散製造を中止に、えー、コロナ対策に当たった永住病院を批判あまりにもひどすぎるこんな人間を使うテレビ局のものが完全に崩壊している無理にでも最悪を使うという変更報道の結果だと,から、えー、と7月3日、えー、30日ですねごめんなさい 米山隆一、匿名の言論は無責任と言いつも、奥さんの室井柚月はてペンネームで活動して、本名を非公開という矛盾。確かに奥さんは日の丸マスクを製造中心に追い込んだり、コロナ対策に当たった病院誹謗中傷者の責任を取らない無責任者ですが、他の特務まで一緒にするなと。なるほど。で投稿4番ですね、これ8月1日ですけれども、デマを拡散し、日の丸マスクを製造中心に追い込む。コロナの治療に当たった病院に理不尽な批判。小松アナに頭がおかしいと言い放つ。 もや、マツコミはなぜこんな人間を使い続けるのかなおろ、恐ろしい闇を感じると。まあ、投稿後ですね、米山元知事が出した書面によると、5月30日以降の IP アドレスの開示を求めていると。5月30日は、えー、室井柚月が日の丸マークのメーカーをデマで批判して販売停止に追い込んだ件に関し、私は抗議した日。これは事実を書いているだけで、誰が被告だったは明言していないんですけど、どこまで腐っているんですかねということですね。はい ということですちなみにこれね、多分ね、あの5月30日以降の IP アドレスの開示っていうのはね、これ、多分なんだけど、ツイッターって仮処分で勝ったときにあの、問題のある投稿の近くの,その IP アドレスを出すんじゃなくて、直近の2ヶ月とかの IP アドレスを出してくるんですよ。なので、多分その7月30日とかにその決定をもらうと、まあ、こういうことになるんですよね。 なんで、あのまあ、これは多分そんなにおかしなことではないのかなと思っております。で、これ、僕、全然知らない話だったんだけど、経緯としては、えっと、去年の2月13 23日に、毎日新聞の記事ですね、あのその政府がこのいわゆる安倍のマスクですね、<laughs> あれを配ろうとしていると、まあ、いう記事になぜかこのクレバー社の日の丸のマークのついたマスクが、写真として載っちゃったんですよね。だから毎日新聞、これ、いけないんじゃないかなと思うんだよね、多分 でそれを見たその原告ですね、室井柚月さんが、些細なことだけど、こういうの一つとっても、今、政府がやっていることってごっこ遊びに過ぎないと、これ作るのにコストがどれだけ上がったんだろう、こんなことより枚数だろうにとまあ、いうことで、まあ、これはまあ、もっともっちゃもっともだよね、その日の丸のマークつけてる暇あるんだったら、もっと枚数作って配れと、まあいうのはまあ理屈には合ってると思うんですよね。ただ、問題は結局、その政府が配ろうとしているマスクではなかったと。 <laughs> まあそこはちょっと、たぶんこれ、毎日新聞がちょっと誤解を与えるような掲載の仕方をしたんでしょうね、たぶんね。で、まあ、えー、室井さんもちょっとそこで勘違いしたということなんでしょうね。で、えっと、2月24日ですね、えーまあ、同じ日ですけれども、マスク日の丸の記事、私も発言を訂正したから多分毎日新聞が訂正したんだろうね、これ。 私もって言ってますからね。私も私の発言を訂正します。迷惑をかけてしまった方、すいませんでした。でも、政府のごっこ遊びっぽさはよそでも感じます。まあ、謝罪、謝罪訂正の時に、デモってこう、かっつけるのはちょっと良くないとは思いますけど、まあ、ただ一応訂正をしたわけだね、同じ日にね。うん。で、そっから3ヶ月ぐらい経った後に、クレバー社がいよいよその日の丸のついたですね、マスクを販売したと。で、結構売れたらしいんですよね。ところが、そのなんか、やっぱり、 同じような誤解をしている人が多くて、えー、なんだっていう批判がすごい来たというわけなんですね。で、その石橋社長とかがですね、まあ、いろいろ、なんでこんなに言われなきゃいけないんだみたいなことを言ってて、で、結局5月28日に製造中止に追い込まれたと、まあ、こういう経緯があるわけですよ。まあそこで結局そのマの、マスクの記のマスクの誤報によって、室井柚月の誤報によって、えー、クレバー社のマスクが製造中止に追い込まれたんだと。 いいいうううこここととをツイートしたのがこれれ真実かどうかどろ争わわてるわけですね、うん、いや僕ちょっと話を最初聞いた時に何かこういわゆるネトウヨの人が、まあ、ちょっとそのうっかりとした情報を書い出しちゃったのかなとか思ってたんだけどこれ結構微妙だよね正直言ってねどっちに転んでいくこともできるような気がしないでもないんですけど、まあ、結論から言うとこれは開示せよということで、まあ、あの黒井さんの負けと。 黒井審査の負けで、まあ、室井柚月さんの勝ちということになったわけですよね。主文被告は原告に出し、別社、信者を目録記載の各情報を返せよと、まあ、いうことです。で、この当社の,の判断ということですけれども、まずその原告がクレーバー社のマスクについて誤った情報を拡散して、当該マスクを生産中心に追い込んだ、そういう事実を適実するものであると、まあ、いうことですよね。うんまあ、これはそうですよね。で、これによって社会的評価は下がるんだとこういうことですね。 ところが、その原告がその間違ったツイートをしたのが2月の24日なんですね。で、そうすると5月14日以降の時点において、当該マスクを政府と関連付けて批判する投稿を拡散したとは認めがたいというわけなんですね。まあ確かにもうとっくにもう3か月の前に訂正してるじゃないかっていうわけですよね。で、まあおそらく投稿も削除してるんでしょ。うん。なんで、それはそういう拡散したとは認められないと。 でましてや、それによりクレバー社が同月28日に当該マスクの製造中止するに至ったというのは到底見てもらえないというわけなんですね。でこれに対して、被告は石橋ですね、このクレバー社の社長さんがツイッター上で、その室井柚月さんの,その間違っちゃった、ねえー、ツイートを添付して、なんか愚痴を言っていると,でそういうこと。で、それから原告も認めていることを照らすと、これは真実である、もしくは真実と相当性があったというふうに主張するんだと。 しかし、本件ツイートが誤り含むものであったとしても、上記説明の通り、5月の時点で本件ツイートを拡散したとは認められず、石橋の認識がどうであれ、えー、本件投稿は真実であるとは認められないと。要するに、えーまあ、石橋さんですね、そのクレバー社の社長さんが、5月の時点で添付したツイートをしているからといって、それは違うんだということみたいですね。 からあと、じゃあ、信じるにつき、相当な理由があったかどうかということに関しても、ここもちょっと厳しい内容ですね。えっと、6月18日の週刊誌で、その室井さんが、その事実経過を説明しているとで、そういう雑誌の記事があるらしいんですね。で、えー黒井さんえー、黒井さんがわざわざそれをですね、あの画像を添付してツイートしてるんですよ。だから、お前読んでるだろうというわけなんですね。だからその もうとっくに消していて、その5月の時点で室井さんの画像がそのなんか拡散しているわけじゃないんだと、まあ、いうことあんた知っててやっているよねと、まあ、いうことで、相当な理由もないということですかね。まあ、よって、ですね、これは開示を認めるんだと。まあ、こんな判決になっているわけですね。まあ、若干厳しいっちゃ厳しいよね。というのはその確かに2月にた確かにすぐにあの止めているんだけれども。 まあそれもうスクリーンショットとかでいろんなところに保存されてるわけじゃないですか。でそういったものが出回っていや、室井さんがこう言ってるんだから、きっとあれはなんか政府が配るやつが日の丸ついてるに違いないとか、ですねなんかそんなことをあの、うん、思った人とかもいるわけですよね、おそらくねで。そう考えると、本当にその室井さんがの間違った投稿と因果関係ないのか、まあ、分からないっちゃ分からないよね、正直言ってね。なんで、うん まあ真実性に関して微妙なところはあるんだけれども、まあ、ただかなり前の話だし、それから特にその訂正記事をあんた知っててやってるでしょと、まあいうあたりは決めてなんですかね。なんで、まあ若干表現者には不利な、あの、厳しい判断だとは思うんですけども、まあ言ったような理由でですね、結局、えー、開示という結論になったと、まあ、いうことのようですね。ただ、まだ、えー、損害賠償請求とかはしてないみたいですね。また損害賠償のところで、またその生徒の理由があったかとか、ぐじゃ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 ですね、まあ争うことができるし、だからまあ本件に関してはちょっと やっぱりその、まあ、本人もやっぱりミスってたのは事実なので、まあ、そのあたりで相当損害学に関してはまあかなり勉強されることになるのかなということになるでしょうね。からまた訴訟になればまたいろいろ右の人と左の人がわーっとで湧いてきてですねいろいろう叩いたり叩かれたりということになって、まあ、面倒くさいということで、まあ、室井さんのサイドがすぐに訴訟を起こしてくれること来るかどうかはよくわからないという,、まあ、いうところですよね。 まあ、いずれにしてもこんなところ判決があったので、まあ、皆さんにご紹介したという次第でございます、はい。よかったらチャンネル登録と高評価ですね、それからコメントの投げ銭もお願いします。どうもおやすみなさい。